DSI をインターネットにつないで購入できる最新のソフトラインナップをご紹介。今なら1000ポイントプレゼント中。お好みのソフトをお試しください。 DSI をキャンバスに。割と本格的絵心教室前期後期。タッチペンを鉛筆や絵筆として使って実際に描きながら絵画の楽しさを学べるソフトです。レッスンは絵画の基礎を優しく学べる前期と、さらにテクニックを応用していく後期に分かれています。前期では絵を描くための画材の紹介や先生のお手本を見ながら描き方の基礎を学んでいきます。鉛筆の使い方だけで立体的に表現する方法や絵の具を使った細部の表現など、丁寧なレッスンを受けながら最後には実際に絵を完成させることができます。後期では色を混ぜ合わせて多彩な色を表現したり、光と影など絵画の表現方法についてより高度なテクニックを学んでいきます。前期でも後期でもレッスン後に描き終えた絵はお好みのフレームに入れて保存することができます。保存された絵は DSI カメラのアルバムでも見ることができます。またDSI カメラで撮った写真を見本に絵を描くこともできます。絵の具やパレットを用意しなくても DSI で手軽に絵画の基本が学べる、割と本格的絵心教室前期後期。 DSI で交通整理アートスタイルシリーズデジドライブ。デュアルコアを迫ってくる障害物に接触させないように上昇させ、その高さを競うゲーム。上下左右から流れてくるシェイプを交通整理をするようにそれぞれの道に誘導。同じ色のシェイプを5つ集めるとデュアルコアを上昇させるエネルギーとなるストック図形が現れます。同じ色のシェイプを集め続けるほど大きなストック図形に変化していき、より大きなエネルギーを貯めることができます。ストック図形のある道にアタックシェイプを誘導することでデュアルコアを上昇させることができます。障害物に追いつかれないように上へ上へと上昇させる。デュアルコアを相手側に押し切る VS モードも。アートスタイルシリーズデジドライブ。お化けの口の中めがけて爆弾を投げ入れるアクションパズルゲーム。タッチペンで爆弾を投げる方向を調整し、爆弾が落ちてくるポイントを予測しながら投げ入れます。お化けの開いた口に見事スポッと爆弾が入ると撃退。ステージ内に浮かぶ家具や壁などを利用したテクニックも。狙ってスポット。ロケットにエネルギーを注入すると発射。目的地の惑星へ3分以内にロケットを到着させるパズルゲーム。タッチペンを使って
ラインが刻まれたパネルを回転させながら移動させます。ロケットとエネルギーがラインでつながるとロケットのエンジンが点火され発射。より早く目的地へ着くために3点同時点火や、パーツを3つ集めるとロケットがグレードアップして1回の発射で長い距離を飛べるようになります。エネルギーをうまく注入できるように考えながらパネルを回転や反転させる、パネル連結3分ロケット。